こんにちは、JAL キャビンアテンダントのガキヤミチです。高山直子です。 JAL では機内でよりゆったり快適にお過ごしいただけるワンランク上の座席をご用意しております。今回は国内線のクラス J と国際線のシェルフラットシートをご紹介いたします。JAL の国内線には通常の座席よりもゆったりとお過ごしいただける座席があることをご存知でしょうか。もっと気軽にくつろぎの空間をより多くのお客様にお楽しみいただきたい、そんなコンセプトから生まれたのが JAL 国内線クラス J です。このシートは通常の座席と比べ背もたれと座面の角度が広く作られていますので、ゆったりとお座りいただけます。リクライニングしてご利用いただく場合もシート全体が前方にスライドしますので、前の方が座席を倒されても圧迫感を感じさせません。足置きは大きさに余裕があり厚みもありますので、足を楽な位置で保つことができます。ヘッドレストは上下に位置の調節ができます。両端を起こして頭にフィットさせることも可能です。その他にも小物置きやジャケットをかけるフック、裾を押さえるホルダーなどもお使いいただけます。さらにクラス J では4月1日のご搭乗便より CA が選んだ人気のお菓子を1年を通してご用意しております。お菓子の種類は毎月変わります。機内でのお茶のひとときをぜひお楽しみください。JAL 国内線クラス J は航空運賃にわずか1000円の追加料金でご利用いただけます。ゆったりとした座り心地をぜひご体験ください。飛行時間の長い国際線では隣を気にせずにぐっすりとお休みになりたいことでしょう。そのようなお客様のご要望にお応えして誕生したのがエグゼクティブクラスのシェルフラットシートです。貝をかたどったこのシートは体全体を包み込むようなデザインとなっています。このシートはコントロールボタンでお好みのポジションにリクライニングができるようになっています。アップライトポジションは少しだけ直立した角度がお食事をするのに最適です。フルフラットポジションでお使いになりますと、シートはフットレストまで完全にフラットになり、ベッドとしてのスペースがゆったりと取れますので、ゆっくりとお休みいただけます。映画や読書など、おくつろぎの時には、お好みに合わせて最適なポジションに調節することができます。シートには、背中や腰の疲れをほぐす機能や、手元を照らす読書灯もついていますので、周りの方を気にせずに自分だけの空間を作り出すことができます。個人用テレビは以前より大型画面になりましたので、機内エンターテインメントシステムマジックをじっくりとお楽しみいただけます。この座席では映画や音楽がいつでもお好きな時にお楽しみいただけるオーディオビデオオンデマンド方式が採用されています。お食事などに使用するテーブルはこちらに収納されています。お使いになるときは このように引き出してください。機内でパソコンをお使いになるお客様のために座席にはパソコン用のコンセントも完備しています。また一部の路線では JAL 機内インターネットサービスもご利用いただけます。シェルフラットシートは3月26日より東京アムステルダム線をはじめ大阪ロンドン線などご利用になれる路線を大幅に拡大いたしました。心地よい眠りとくつろぎをサポートするシェルフラットシート。シェルフラットシートはお客様のリラックスしたプライベートな時間と空間をより充実させてくれることでしょう。
ルではお気軽にご利用いただける国内線のクラスジェット、プライベートな空間を大切にする国際線のシェルフラットシートをご用意して皆様のご搭乗をお待ちいたしております。快適な空の旅をどうぞお楽しみください。では機内でお会いいたしましょう。ガキヤミチと申します。主に国内線を乗務しております。きっかけはすごく単純なことなんですが、空港に行った際にさっそうと歩いている客室乗務員の姿を見て、入りたいと思いました。私の出身地である沖縄県那覇市の、那覇空港です。沖縄でおすすめの過ごし方は、現地ならではの居酒屋に入っていただいて、そちらで島酒とか、あと沖縄のビールを飲んでいただいて、沖縄の人はイチャリバチョーデーという言葉があって、一度会ってしまえばお友達とか、一度会ってしまえば兄弟っていう風に、なんかそういう文化があるので、現地の人と友達になって騒いでいただけたらと思っております。私がおすすめする場所は池江島という場所と、あと那覇市首里金城町にあります石畳の坂をご案内したいと思います。池江島は海もすごい綺麗なんですけれども、池江島に向かう途中にある道路がすごく綺麗で、まるで海の海中道路と言われているので、海の真ん中を走っているかのように感じるところです。石畳の方は天然石でできた、石で作られている坂です。とても急な坂なんですけれども、左右には沖縄独特の瓦屋の家もあるので、ぜひ沖縄の文化を目で見ていただけるのではないかと思います。沖縄は本当に気候も暖かいんですけれども、気候だけじゃなく人々も暖かく、あとは流れる時間もすごくゆったりとしているので、忙しく過ごされている方にはすごくゆったりできるかと思うので、ぜひ皆さんに行っていただきたいと思います。高山直子と申します。主に国内線を乗務しております。 JAL の客室乗務員になったきっかけは、もともと電車や飛行機など乗り物が大好きでした。ですので、学生時代に車内販売のアルバイトをしておりました。その時に JAL の客室乗務員を見て、かっこいいな、綺麗だなと思いまして、客室乗務員を目指しました。私の原動力は笑顔です。仕事中はお客様の笑顔、お休みの時は友人や家族の笑顔が私の元気の源となっております。私のおすすめのお店は、福岡の長浜屋台山ちゃんです。もともとが屋台ということで、ラーメンはもちろん美味しいんですけれども、串物ですとか、あとは生レバー、レバー刺しなどが本当に美味しいので、いつもよく行きます。お店の方も本当に気さくで、福岡の雰囲気をすごく味わえるお店だと思いますので、ぜひ一度足を運んでいただきたいなと思います。